月2日と3日、第82回箱根駅伝が行われました。中大は77回連続、80回目の出場。新入試では、中継所など7カ所にカメラ12台、総勢17名のスタッフを出して取材しました。東京の大手町から箱根芦ノ湖までの5人で走る1月2日の往路ですが、中大の1区は去年8区で区間賞の文学部3年、奥田実選手。何人もがひしめく集団をリードし、1位の中央学院大学にわずか4秒差の3位で2区に襷を渡しました。2区は主将としてチームを引っ張ってきた理工学部4年、池永和樹選手。他の大学の順位は目まぐるしく変わりましたが、区間4位のタイムで3位をキープしました。3区は去年1区で19位と思うような走りができなかった法学部2年上野雄一郎選手。出雲駅で全日本大学駅伝での調子の良さをそのまま生かし、区間3位のタイムでチーム順位を2位に上げました。4区は今回一番距離が短い区間ですが、小学部3年小林健介選手は区間賞にわずか30秒及ばない区間4位という好タイムでついにトップに立ちました。山登りの5区は法学部2年中村和也選手。区間8位のタイムでトップの座は明け渡したものの、1分19秒差の3位で往路を終え、総合優勝への望みをつなぎました。ちなみに、4区と5区で連続区間賞を獲得した順天堂大学が往路優勝を成し遂げました。